こんにちは、コクスケです。スターデューバレーやっていきます。今日はフラワーダンスの日でございますわよ。天気予報、明日はよく晴れたか、そろそろ雨来てほしいんだよな。はっきりしません。今日はフラワーダンスだからそういうのは別にいいかな。昆虫の肉、釣り餌、マセコゼの種か。これとか置いて、鉱石も置いとこうか、とりあえず。繊維とか、樹液も入れて、スライムも入れて。小石いつの間にかそんなに2つも手に入れてたんだ。で、ジョウロを置いてたから、取り出して、お水を、違うよ。あれ、昨日この、ここに植えたっけ、水あげたっけ、いつもね、忘れちゃうんだよね、ここを。ほい。はい。あとは、マゼコゼの種でも植えておこうかな。ほい。よいしょ。まあ、ひょっとしたら、あの枯れてるやつは、マゼコゼの種って、季節が違うのかもしれませんね。そこはしなくていいんだ。OK。よーし。間に合うな。じゃあ魔術師のところに行きましょう。はい。間違った。優しいな、取り返せるっていうのは。変なもの入れてなかった？結構勢いよく入れてっちゃったけど、大丈夫かな？よし。ここら辺ももっともっと綺麗にしたくなるな。よしよし。こっちか。お、剣の方がすっごい範囲が広いんだけど。あ、祭りの準備中。え、そっち側であるの？ちょっと困るよそれは。だってクエストがあるんだけど。話せないじゃん。困るよそれ。じゃあ昨日のうちにクリアして昨日のうちに会いに行ってってことだったの？知らないよそんなの。よいしょ。しばらく鎌はいらないな。多分鎌は貝歯とかのために使うっていうことだと思うんだよね。ほう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 、祭りが開催中ですか。まあね、あそこ行ったらね、あっという間に夜になっちゃうから、もうちょっとゆったりしてもいいと思うんだよね。ほいほい。よしよし。ほい。1時くらいに行こうかな。どう？この。よし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 。石炭が手に入ってますね、いつの間にか。よいしょ。ほい。ほい。はい。よいよ。いやー、地道。ほっ。よし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 。よし、1本ぐらい大物を切り倒していこうか。よしよし。よーし、大量大量。よし、それでは行きましょうか。なんだこの場所は。なになに、あれ、あんな場所あったっけ。こんにちは。あ、そっか、こういうのもあるんだった。あ、咲くんだ、花の樽植え。春と夏に咲きます、花の樽植えのレシピ。レアカカシ。あ、
すべて集めようなんてあるんだ。まだいいかな。レシピ？レシピにしとこうかな。ふぅ。なんてものを買ってしまったんだ。レシピを手に入れたから、明日。あ、キャンプファイヤーなんてあったんだね、ここに。チューリップの球根、ジャズの種、ケシの花、種。チューリップとジャズだけでも買っとかないとね、今のうちに。うん、買っときます。なんだなんだ、あれは。ぬいぐるみになりたい。ねえ、赤いゼリーはもう食べた？まだだよ。はい。エミリーは僕と踊ってくれるかな？あ、夫婦だっけ？覚えてない。夫のピエールや、家族とこの時間を楽しみたいんだけど。うん。ああ、そっか。ピエールはこっちにいるんだね。残念ながら。いや、仕方ないね。悲しいね。なんだい？エリオットのダンスパートナーになってもらえるか尋ねる。絶対無理。絶対無理。絶対振られるだけだよ、今の状態じゃ。おかしいな。自分の釣り竿を持ってきたはずなんだが。私は持ってきたけどね、この時間はできないみたいだからね、パムさん。いいかい？人生は一度っきりだ。美味しいワイン、小川のせせらぎ、暖かい空気。あれ？ワインは言ったかね？うん、美味しいワイン重要だからね。カエルの季節がもうすぐ始まるな。いいね。ちょっとガッサンカエルっぽい。悪口じゃないよ。サムは無理でしょ？絶対。ここら辺話せないんだ。独身の彼女たちは踊れないんだろうな。イカしたソース、ごっくん。ソースだけ飲んでるの？うお、この緑色のはなんて辛さだ。もぐもぐバクバク。ふぅ。食べるのが好きなんだね、シェーンは。おばあちゃん、ロビン。あ、ここの空気は花の匂いがするわね。いいね。この春の踊りは昔の豊穣の儀式から来てるんだ。じゃあ私こそ踊らなきゃじゃん。君も農家なら知っておかないとな。ねえ、だよね。今日は踊るつもりなの？隠すけ。ジョディと踊りたいな。あとは、私いつかフラワークイーンになりたい。こんなのがあるんだね。腹重なっててお話できない。ペニーも無理。ここら辺は無理でしょ。マルさん、マルも結婚できるんだ。知らなかった。いや、話せて嬉しいよ。この春も時期終わりだね。残念だよ。ライナスさんがそんなこと言ってる。びっくり。はあ、愛は空気のよ。そして私はまだ独身。あ、そうなの？私マーニーと結婚したいな。マーニーが今日は可愛く見えるんだが。おや、おやおや、この二人が、いやまあ年の差っていいよね。ダンスの動きを練習しているの。完璧に踊れないといけないからね。そっかそっか。ヘイリーはね、やる気満々だからね。無理だよね。さて、そろそろダンスを始めた方がいいかの。ちょっと待って。花？見るに耐えん。あ、お花嫌いなの？ここは眩しすぎる。外は好きじゃないんだね。この祭りのために一週間も花飾りを頑張ってきたの。気に入ってくれた？うん、いいね、これね、鉢植え。これをただの飾りなのかな？それだったら買った意味が、あんまなかったんだけど。収穫できないのかな？マニーがいいな。ジョディさん。なんか大人な女性が好きな感じですね、私は、今のところ。リアちゃんも可愛いんだよな。あ、もう話しかけた人はダメなんだ。おやおや。おやおや。おやおや。全然ダメじゃん。アビゲールには嫌われてるからな。私は傍観者でいいよ。いや、突っ込んでみるか。よし。あ、マルさんももう無理か。うわ、仲いい人もう絶対無理じゃん。ハービーしかない。あー、ごめんなさい。私は、他の誰かを誘おうと思っていまして。ですよねー。
ちぇー、仕方ないな。うん、始めましょう。私一人で踊るから。ヘイリーは似合うなぁ、一番。リアちゃんもかわいい。ペニーが意外と元気ですね。表情がすっごい笑顔で。あれ、それだけ男性陣ただ立ってるだけだったような気がするんだけど。もう家に帰る時間だ。そうだね。ちょっと待ってよ、もう話しかけに行けないでしょ、魔術師さんにも。あ、ごめんね、キュルル。水をやってなかったよ、君に。ごめん。水だけでやってもやって。今日はね、時間が早いからあと1日やりましょうね。よいしょ。おやすみなさい。よし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 。いやーでも2000円使ったもんな、あれで。やらかしたかもな。やってたかもな。よし、おはようございます。今日も元気に頑張りましょう。ほい。うん。ずっと快晴だな。はっきりしません。そっか。自給自足の生き方。うん。果物の木。果物は収穫までにワンシーズン必要なので、ご利用は計画的に。果物の木の周りが空いていないとうまく成長しません。実がなれば毎日収穫できます。果物のためにお金を貯めよう。毎日収穫できるのか。あー、来年から、あ、違う、次のシーズンからっていう感じか。よし、チューリップがいっぱいだぞ。これはチューリップだったか。やったね。うん、君たちはまだ無理だね。よいしょ。パースニップを植えようかな。ギリギリ。そうなるとジョールのグレードアップはもうしばらく後になりますね。よいしょ。はい。うん。でマセコゼの種を結構手に入れたから、うん、はい、こんなもんで。そうだそうだ、私はスプリンクラーを作りたいんだったね。でも銅だけじゃ確かダメだったからね。あれね、まだ無理だね。あれ、これちょっと場所が悪いのか、ひょっとして。取ってタッパーの説明とか。待つ、あ、カエル多く待つね。うん、じゃあここにしてみようか、次。うん、つけた。で、ここら辺を全部切っておこうか。うん、おはよう。かわいいな。そんな主張されるとね、撫でたくなるよね。チューリップいっぱい。今日はお花配りの日にしよう。ただし、おじいちゃんはお花が嫌いっぽかったね。魔術師のあれダメでしょ、ひどいよ。せっかくクリアしたのにさ、それでご機嫌損ねてたりしたらもっと嫌だよ。おやおや、今日は明日はピエールの誕生日か。ピエールにお花をあげてみようかな。ピエールはこっちだ。あ、まだか、9時からね。お、シェーンさん、おはよう。なんだってんだ、ほっとけよ。そんな君にはパースニップ。こりゃいいね。ありがとう。よかった。どうせピエールさんのこのお店入りたいから、ちょっと待とうかね。そう、ゴミ箱漁ったらね、いいアイテムが手に入ったりするらしいけど、ゴ
美和子はね、見られたら嫌われるらしいから、ちょっとそれは避けたいなって思ってます。この夏はたくさん星を見ようと思ってるんだ。はい、チューリップ、これはすごいよ、国物、ありがとう、よかった。こんにちは、ピエールさん、あげるよ。ご親切にありがとう。これはいいね、よかった。これは明日あげても大丈夫ですね。うん。で、アビゲイルに、いいえ、食べませんよ。チューリップあげます。いつも嫌われるからね。お、この2人揃ってるじゃん。アビゲイル、え、すごく美味しそう。よかった本当にいいの？いいよ。うへへへへ、嬉しいな、こんなに喜んでもらえるのは。やっぱお花はいっぱい育てた方がいいな。でももう遅いからね。パースニップはまずいっぱい買って、残りの日程で育てまくるでしょ。んで、チューリップの球根をある程度買って、ジャズの種もいくつか買っておかないとダメ。わー、あ、ケールの種とかもあったな、もうすでに。牧草はまだいいでしょ。そっか、苗木もそろそろ植えたいな。一番安いアンズでいいから。うん、アンズをお金ないんだけどね。買いすぎたか、パースニップ。ほとんどあげる気だからね。うん、パースニップを売る気ならいいと思うけど。じゃあ、今日は釣りをしよう。釣りで結構ね、お金が貯まったりするからね。まあ、それはいいとして、ここら辺にパースニップを大量に植えます。ほい。ほい。粘土だ、やったね。こんなもんかな。肥料は樹液だったね。ほい。肥料をすでに作ってないか。じゃあ樹液をいっぱい取って、肥料を15ね。いや、プレゼント用は肥料いらないとして、うん、こんなもんかな。うん、これでできた分は売るようにしようかな。うん、そんなもんでしょう。うん、うん、よーし、水をやって、よしよしよし。はいはい、オッケー。よし、これは壊しちゃって、んで、まあここら辺適当に入れとこうかな。ほいほい。うん、ああ小石も手に入れてたね、そういえば。まあ、いっか。釣り竿で釣ろう。今日も釣るぞ。今日は下の方の川で釣ろうかな。よいしょ。明日はピエールか。忘れないようにしないとな。前マルさんの忘れちゃったのがね、結構ショックだから、私としては。お、リアちゃん、はよう。ここら辺を散歩してるなら知ってるかな。ここら辺は野生の食べ物がたくさんあるでしょう。ね、あるね。結構ね、あげたら嫌われたりするんだ。これって素晴らしい贈り物ね。ありがとう。よかった。よしよし。そんなに喜んでくれたならね、プレゼントした方もした甲斐があったってもんですよ。いいのが釣れるといいな。ここあんまり良くないかな、ひょっとして。どう？お、
よ。お、早くいい釣り竿が欲しい。こんなんじゃ、あ、ろくに釣れないもん。よしよしよし、よいしょ。いいぞ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 、オッケー。お、チャブがあって、これはあれは必要なかった気がするな。チャブなんてなかったよね。じゃあ売れるじゃん。大ぐらいで知られる淡水魚。へえ、そうなんだね。なんだ、次はまたチャブかい。おおお、よし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 、パーフェクト。来いか。あ、ブルーギルだった。ニューリワード。オッケー。レコードだっけ。お、早い。あー、まあいいさ。お、こんな近さでいいの釣れるかな。うん。まあ一応あの一覧を見てみよう。必要かどうか。こんないっかなー。お、いいよ。ブルーギルかな、これは。ほっ、よいしょよいしょよいしょ、よっしゃ、お、チャブだ。いいね。あんまり釣ったことない。お、そんな早く来るとは思わなかったよ。よし、あれ無理だった、そこ。うん、ほい、よしよしよし、リアちゃんがいるぞ。目の前でいいのを釣ってみせよう。あ、違う。よし、マックスだよ。これはいいんじゃない？いいのが釣れるんじゃないかな？おいで。おいで。おいでください。来ない。ふふ、来ないよ。お！あいつの間にかいなくなってるし、悔しいな。ろくな姿を見せられなかったな。うん、もうその音ね、気になっちゃうよね。そうか、ギュンターさんにはいっぱい寄贈していけば、あそこの下水道の鍵をもらえるんじゃないかな。なんでこのタイミングっていう感じなんだけど、ふとね、この近くだなって思って気づきました。そうか、ゴミか、流木か。お、よし、いいぞ。今日の釣った魚は基本的に売る予定です。お、よしよし、ブルーギル。あ、そん、なんで、なんあ、そっちじゃないよ。じゃあ他はどこで釣ろうかな。よし、ここにしよう。なんとなく、このお花の近くとかでなんかあったりするんじゃない？ちょうど乗せるようにやってみようか。次、ん、あー、ちょっと違うけど、まあいいんじゃない？おいでおいで。いやー、眠くなってくるなー、釣りっていうのは。やっぱまったりしてますからね、特にゲームの釣り。お、よいしょ。お、これはなかなか面白い動きをする魚じゃないか。お、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 いけ、いけそうでいけない。よしよし、あ、いけないのか。お、これは、え、う、よし。ふぅ、チャブだ。チャブよく出るな、今日。お昼に出る感じの魚かな？お、これでどうだ？あ、無理なのか。そっかそっか。頑張ったのにな。ほい。
あ、こっから左に行った時がさっきのとこが、さっきのフラワーダンスのところか。やばいぞ。エネルギーがいつの間にかギリギリだぞ。こんなに釣りって力いるんだ。あ、特に引っ張ってる間とかね、力いるだろうね。いや、ほい。じゃあここまでにしよう、今日は。いいよー、よく釣れました今日は。6時30分か。飲み屋さんにでも寄って帰りましょうかね。これじゃなくて、大水槽の夜釣りでもないし、ブルーギルは1匹いるんだ。ナマズ、アロサタイガートラウト、イワシマグロ、チョウダメカジカ、コイ、あ、コイ、あ、売っちゃったような気がするな。やっちゃったな。あら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 、コイ必要だったか。とりあえずチャブはいらないな。で、ブルーギルは一匹残しておくっていう感じだね。眠いよ。こんにちは、サム。魚は嫌いそうだね。この季節のクマは実に見事じゃないか。そうだね。バニラアイスにラズベリーソースを浮かべたみたいだ。で、腹減ってんのかな、俺。そんな会話してましたね、そういえば。お、水仙が一個あるよ。いい水仙だったらね、まあまあいいお値段で売れるから、いいんだけど、そんなことはなかったね。よし、エミリー、シェーン。もう話しかけたからダメか。パムさん、はい。私は昼からずっとこの一杯が楽しみで仕方なかったよ、はは。でも昼からは飲まないんですね。ほい。やあ、飲み物はどうだい。ありがとう。あまり無茶な農業はしないんでね。はーい。エミリーはね、生態系に、生き物に優しいですよね。クリントさん、最近仕事が不調でさ、道具はアップグレードできるよ。お金がいるけどね。お金は今ね、11ゴールドしかないっていう、もう絶望的な状態だからね。絶対にご飯食べないといけないとかいうゲームじゃなくてよかった。じゃあ出荷して、あ、見逃さないぞ。お、と言いつつね、結構見逃してるような気がするんだけどね。チャブ、チャブ、ブルーギル、一匹ブルーギル。オッケー。まあ、ゴミでも売っとこうかな。よしよし。じゃあ、ゴミ入れたら怒られるとかないかな。大丈夫かな。じゃあ、寝ましょうね。では今回はこの寝て終わりですね。意外と安いな。チャブ安かったな。残念ながら。あれ？よし、今日が彼のトーマスだっけ？誕生日ですね。ピエールだった。じゃあ今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。